大阪松陰女子大学は大阪府東大阪市市や西4-26に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された大学の略称は松陰女子大。大阪松陰女子大学は学芸学部、健康栄養学部、児童学部の産学部と人間科学研究科の一研究科を要する大学である。二千十四年度まで。 大阪府と奈良県に、それぞれ一箇所ずつキャンパスを有しており、学部ごとに使用するキャンパスが決まっていた。また、奈良県の関谷キャンパスには、短期大学部も併設されていた。2015年度から、大阪府の小坂キャンパスに新校舎を増築したことにより、キャンパスを統合し、関谷キャンパス及び短期大学部を廃止した。大阪松陰女子大学では、設立当初から、 大学の教育理念として社会に貢献できる女性の育成を掲げており、以来その実現を目指して教育、研究を行っている。大阪松陰女子大学は1917年に設置された松陰高等女学校を源流とし、1949年に開学した。開学当初は学芸学部のみの短歌大学であったが、2001年に 人間科学部が設置された。しかし、2009年に人間科学部は廃され、代わりに心理学部と児童学部が設置された。2015年に心理学部は学芸学部に統合され、健康栄養学部が新設された。学部大学院附属機関スの既得館、小坂キャンパス1927年建築された、正門すぐ横の2階建て、松陰学園記念館は、 2000年に登録有形文化財に登録された。また、小坂キャンパスの数百メートル南には、松陰学園が所有する登録有形文化財、楠木特館も立地する。2014年に10階建ての小空館、体育館、学生サポート会館の清志館を新築し、翌2015年度から関屋キャンパスを統合した。関屋キャンパス、ありがとうございます。